木狩リの学校の黒板に残されていた落書き。国際連合ルワンダ支援団司令官のロメオ・ダレールの名と、アン・アミール、木狩リ州司令官のリュック・マルシャルの名、そして骸骨が描かれている。公立技術学校の虐殺は、ルワンダ虐殺下で生じた、公立技術学校で行われた虐殺。公立技術学校は、ルワンダ共和国の首都キガりに存在した。 サレジオ会計のセカンダリースクールであった。ルワンダ虐殺さなかの1994年4月上旬、2000人を超える土と、普通恩恵派の避難民が、二日撃派の襲撃から逃れるためにこの学校内へ避難しており、国連平和維持軍のベルギー兵が、学校の警護を行っていた。しかし、同月11日、国連軍が任務を放棄して死守したため、その後すぐに、 自動数百人を含む避難民約2000人の大半が二日撃破民兵のインテラハムウェによって虐殺された。国際連合安全保障理事会の国の多くがアフリカの紛争に介入することに消極的だったことが知られている。そんな中、ベルギーのみが国際連合オールワンダシエンダ団に対し確固とした任務を与えることを要求していた。しかし、 この事件の数日前にあたる1994年4月7日、アガート・ウィリンジー・マナ首相の警護を行っていた、平和維持軍のベルギー兵10人が、武装解除の末に殺害される事件が発生したことで、同国アルワンダからの撤退を主張するようになった。この国連安保理の意向を受け、国際連合アルワンダ支援団は、国連本部から、国際連合アルワンダ支援団はルワンダにいる。 外国人の避難のみに焦点を当てた活動を行うよう指示を受けた。この指示により2000人の土が避難していた木狩りの公立技術学校の警護を行っていたベルギーの平和維持部隊はフツパワーのプロパガンダを繰り返し叫ぶ過激派フッツに学校を取り囲まれている状況であったにもかかわらず同施設の警護任務を放棄して撤収してしまい、 その後校内へ突入した過激派フッツにより避難民が一斉に虐殺される結果となった。十分な兵員もなく難民救助を行うための明確なマンデートも与えられなかったとはいえ、国連平和維持軍が避難民を見捨てたことで2000人もの避難民が虐殺されたことで国連の信頼は大きく損なわれる結果となった。なお、その後の4月15日には、 安全保障理事会は国際連合ルワンダ支援団を2608人から10分の1近い280人にまで減らすという国連安保理決議第912号を決定しルワンダ虐殺機関の国連平和維持軍の活動を著しく抑制している。またこの事件に関する調査はベルギー政府が要求した後にすら実施されなかったことが知られている。 また1997年9月、国際連合オールワンダ支援団司令官であった、ロメオ・ダレールは、ベルギーの平和維持軍兵士10人が殺害された件について、ベルギー議会での証言を要求されたが、コフィアナン国連事務総長により、同議会での証言は禁じられた。そのため、ダレールによる、ベルギー議会での証言は行われなかった。ベルギーの平和維持部隊の撤退の理由は、 文献により食い違いが見られ、現場の招待指揮官が、避難民の存在を伏せた報告を上官に行い、撤退となったとするもの、ベルギー軍上層部の判断とするもの、現場の招待指揮官の判断で撤退したとするもの、とする説が知られている。後に、ベルギーの平和維持部隊における最高指揮官であった、リュック・マルシャル大佐が、テレビのインタビューに対し、自身が判断を行って、 撤退を命じたと答え、その理由を国際連合ルワンダ支援団本部からの命令であり、国外との唯一の連絡路であった気軽空港の安全確保を行うためであったとし、また難民に関しては安全に家に帰れると思ったと述べている。なお、この判断の責任者に関しては、国連による報告書でもベルギーの平和維持部隊による独自判断と推定されているのみで明確に、 記されていない。ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のクロアチア人聖職者で人道主義者のビエコスラブ・チュリッチは同学校からの退去を拒否した唯一の白人であった。チュリッチは虐殺が続く中でルワンダに泊まり続け、脅迫に会いながらも公然と暴力を非難し続けた。チュリッチは紛争後の1998年1月にキブマにおいて 何者かによって殺害され、後に殉教者の一人として数えられるようになった。ルワンダにおいて、チュリッチは、クロアチアのオスカーシンドラーとして知られており、キブマには、彼の名にちなんで命名された学校が存在している。この事件は、マイケル・ケイトン・ジョーンズ監督により、ルワンダの涙として映画化された。この映画は、 公立技術学校の虐殺事件とルワンダ虐殺を経験したプロデューサーの体験に基づくフィクション作品で避難民とともに学校へ隠れている二人の白人の選択、そしてその結末を題材としている。ありがとうございます。